は中国の金の支配民族女神族の社会組織、軍事組織、及びそれらの組織の指導者の役職名である。女神の間に元来行われていた社会制度をもとに、1114年に金の大祖アグダによって創始された。この制度を指して、毛安亡国制と呼び、毛安と亡国はどちらも同盟の役職によって管理されていた。 アグダによって統一される前の女神の諸部族は、それぞれハイスミレと呼ばれる族長に引きられており、戦時には引きる兵数に応じた称号が、ハイスミレに与えられていた。また、ア安、亡国制と北義の八部制、領の二十部から構成される、軍事組織、モンゴル帝国で実施された千個制、百個制、北アジアの遊牧民族の間で行われた。 軍事組織の編成法との関連も指摘されている。盲安亡国制は、兵士となることができる、青年男子300人を含む300校1亡国とし、し10亡国を1亡安として、女神族を編成する社会組織、軍事組織である。盲安は、女神語で、線を意味する民間、亡国は、族長を意味する、向けの音訳とされており、時に、盲安は、 千古、千古町と意訳される。また、亡国は、女神語で、族を意味する無ンと語源を同じくすると、考えられている。盲安亡国は平時には割り当てられた党を管理し、戦時になると自前で武具と兵糧を用意し、自らの戸から徴収した兵士を率いて戦った。戦時には一亡国から百人の兵士が供出され、一盲安は千人の兵士で構成される。 蒙安、亡国の指導者の地位は世襲制で、予感と呼ばれることもある。初期は、金の支配下に置かれているすべての民衆に、蒙安、亡国制が適用されていたが、金の勢力が河北に及ぶと、蒙安、亡国は再編される。1125年に、蒙安、亡国制の対象を、女神族、喫炭族、北方の諸民族に限定し、他の民族の管理には、 集権制が適用された。キッタンの盲案、亡国の指導者には、キッタン族を任命して世襲制が適用され、盲案、亡国制によるキッタン族への懐柔策は一定の成功を収めた。清掃の時期には相次ぐキッタンの反乱に対処するため、彼らも猛、盲案、亡国制から除外される。1142年に金と南宋の間には役が結ばれた後、 満州に居住していた女神族は、盲暗、亡国の組織を保ったまま河北に移住し、その数は100万人に達すると言われている。河北三島、山東、河南の北部に移住した集団は一定の農地を与えられて、工作に従事し、戦争に備えた軍事訓練を行い、一部の集団は、辺境の防衛や、首都の警備を臨番で担当した。肝心に入り混じって、 河北に住む女神族は、租税、工作の面で国家から優遇され、漢人との間に紛争が起きた時には、女神族に有利な裁定が下されることが多かった。海両王によって、海寧から遠京に遷都された後、女神族の河北への移住は、より活発になる。河北に移住した女神族は、漢人の生活を模倣して、 南宋から物資を購入し、次第に漢人間の貨幣経済に組み込まれていき、貨幣経済の浸透は、清掃期に起こる女神族の貧困化の一因となる。漢人との雑居によって、勝負の気風を失った女神族は、経済的に困窮していく。1161年の海、両王の南宋遠征には、多数の女神族の男子が動員され、働き手を失った。 女神族の没落はより進行する。海、両王の次に即位した清掃は困窮する。女神族の救済に乗り出すが成果は上がらず、昇州の時期に、河北に暮らす女神族の没落は、より顕著になる。女神族を救済するために、肝心が不利益をこむる政策が取られることが多くなり、肝心の不満の増大が、金の衰退の一因になったと考えられている。 ありがとうございます。